はいどうもピョキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で実はですね、僕おとといコロナの予防接種3回目を受けてきたんですよ。なんでこの動画がですね今日出せてるかわかんないんですけど、ルーチンよく頑張っていきたいと思います。で今日のトロールコース、トロールビット19スパイクプロテニスって書いてるんだけど、これコンビット重機をイメージしたものだよねきっと。それじゃあ僕はこのコースをクリアしてコロナになんかかからない体を作っていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 1.07%。 まあワクチン3回打ってたらさ基本的に大丈夫かなとか思うんだけど、今からやる世界はそんな簡単な世界じゃないぞ。さあここはキノコを取っていくべきか。キノコ取って、開幕ブロック。やるじゃん、こんなところに隠しブロックを設置するなんて。じゃあ一体このキノコを取って当たっていけって。進めないで、このキノコを取らなくていいだなんて想像すらできてなかったぞ僕は。じゃあ一旦ここ先に進んでおいて、ここは針があるな、なんでハテナを叩く以外ない。そうでしょ。頼むってばね、いつもそんなことしてさ、豚が邪魔すんじゃねえ。もう大体分かったよ、この方のトロールコース見てて、今からそんなに引っかからないで行ってみせるから。じゃあここはオンオフがあるな、一旦オンオフして、ハラー。いやちょっと待って、ここ何も、いやこれは、そしてこのまま結局ハラー。じゃあオンオフを一旦しといて、ここでブロックを叩いたら先に進むっていう感じだと。何をする。好奇心を持ったらダメだねこのコース、好奇心を持たないでいこう。こうなんだろう。いや違うんだって。いやもう絶対に好奇心は持たない、こんなところで好奇心を持ったからやられちゃったんだよね。なんでこのドア開いた瞬間ジャンプ来た、そしてこのまま上に行けばいけるはず、そこだよね。キャン、それじゃあここはもう下が正解だね、それ以外ないよ。そしてここから上に行けと。なんでここ下からも行けないってことはもう上以外にないよね。なんでこの花を一旦見過ごしておこうか。そしたらなるほど、これで花を倒してくれるっていうわけです。さあ進んでいきましょう。あ、中間ポイントあるよ、あの中間ポイント取らせてくれとか、頼む取らして。ちょちゃん、なんで。何よこのジャンプ、なんで夜ステージになってんの。え、これも取れない感じですか。頼む変わってって。いやここで急に夜ステージは上手すぎでしょ。じゃあ何もしないで突っ切って中間ポイントを取れっていう感じで、そしてこのピーヨンがなくなって先に進めるっていうことか。それじゃあ進んでいきましょう。次は何が来る、キノコは取っていい、信用したいと思います。でこの先にあのパウ、いやパウがパウ。意味わかんない、パウがパウってなんだ。それじゃあここは急いで右のちくわに乗って下に行く、それが正解なんじゃないかな。いやー、皆さん気になるところが一つあると思うんですよ、この四角の枠何なんだろう。来た、このキノコで合ってんじゃない、そしてこの違うんだって。いや合ってる合ってる。でここで左に行って、うわ四角怪しい、これが正解。このデカキノコを取って進めっていうことなんだろうね。それじゃあもう謎は解けたところで先に進みたいと思います。一体ここでチビになっておいて上に進めっていう感じだったんだね。そしてこの右のハテナは出さずにこのデカキノコを取っていく、これが正解だね。いやめっちゃ巧みだよね、ここはすぐジャンプしないよ、大丈夫何もしないでいい、オッケー。でここでうわ溶かすやつがないよ、そこに出てくるんかい。いやもう完璧だね、何もかもお見通しだよ。ここで一旦フラワーが出るから、このフラワー取って先に進めと、そういうことだね。そしてこのチョロプ絶対倒したらいけない、なんでゆっくり行こうか。そして何もしないでいい、絶対これやってるよ、ジャンプしていいの、ジャンプしたらダメでしょ、ジャンプ。よしよしよし、さあ来た、早くオンオフ変わってくれ。なんで変わんないの、上に行っていいのか。頼むってもう。このさ隙間に入る次長、そして右を進化したらいける。さあ行きましょう、あのモグラ野郎なかなかやるね。さあここで中間ポイント左にダッシュ、いやなかなかやるじゃねえか、ここで左に行かせるなんて。じゃあ右を進化してそのまま中間。さあこのハテナどうなる、いや叩かないでおこっか、なんでこっちのジャンプ
右が正解だと思ったんだけど、左が正解っていうことで、あ、ここさ、バーがあるよ。分かったよ、ここはさ、鉄器を出しておいて隠しブロックを出せば先に進めるっていう感じだね。ここは USA キノコいらないぞ、なるほど、この場所で取っておけっていうことで。そしてここはどうしようか。うわ、もう先進めんやんね。もう絶望しかないで、この先。うわ、やっぱり USA キノコいるよな、どうしようもないやんか。一旦ここで鉄器を出しておくじゃん。で、この USA 状態を維持したまんまここに戻ってこなきゃいけないと思うんですよ。なんで一旦ここでまた土管に戻るでしょう。そして下を失敗したら戻れると思うんだよね、当たらずに。さあ行きましょう。ここで甲羅を投げていいのか。投げますよ。いや、これ甲羅大丈夫。てん、くっそー投げる場所が分かんないんだって。この場所でいいのかな。違うやんか。これどこで投げてもさ、絶対当たるよね。あ、この場所だったらいいんだね。これもう終わった感じなんじゃないの。なあ、もう変な音楽流れてるぞ。もう出せろよ。そしてやめてよ、もう全然無理、やめてよ、もう無理。マジでもう手が、くっ、え、これ本当に無理だね。じゃあここはさ、投げるところまで合ってると思うんだよね。この先下から行けっていうことなのかな。いや、合ってる合ってる。そしてここで一旦打ってもう一回行ける。そして先に行けないで、あ、 USB キノコ出してくれるのか。そしてこの先に行けるっていう感じか。じゃあ行きましょう、上に。なんでよ。え、これも積んだ感じでしょ、また。もう分かったよ、ここでさ、一旦 USA キノコを取って、こっからさ、普通にジャンプすれば上に行けるんじゃないの。さあ行きま、だから。僕はもう絶対に引っかからない。この先一回でもミスったらみんなの勝ちでいいよ。じゃあここは一旦この土管に入るで合ってたんだね。それじゃあ進んでいきましょう。さあ、やばい、もう引っかかった感じしかした。あー、僕はもう絶対に引っかからない。この先一回でもミスったら僕の勝ちでいいよ。このパックンは怪しい。なんで倒す。そして右、よし、完璧すぎてジャンプ。だからなんでよ。みんなこのコースしてね、僕分かったことがあるんだよね。せっかちさんは向いてないかもしんない、このコース。ちゃんとよく見てゆっくり行けばこのコース行けると思うんだよね。さあ行きましょう、ゆっくり見ていくよ。あいつもゆっくり見ていく、何もしない。よしよしよし。まあそういうことなんですよ。ちゃんとゆっくり見て、しっかりとゆっくりと行けばこのコース行けるはずです。なんで今からゆっくり実況になるわ。それじゃ、何ですかこれは。 GG って書いてるよ。何もないじゃねえか。GG って書いてるってことはさ、どっかにボールがあるってことかな。やった。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオその29ということで。いや、実はね、僕がやってる一発マリオってほとんどこの方から送ってきてもらってる一発マリオばかりなんですよね。この場を持ってね、言わしてもらうんですけど、いつもコース提供ありがとうございます。ということで早速やっていきましょう。クリア率 0.00%。 クリア率 0.00% ってマジで未知数だからね。でもさ、これはちょんちょんちょんってこういう感じでいけばいけるんじゃないの。多分そんな感じでいけそうだよね。ほら、残り1秒でしょ。全然やってねえやんか。これをね、めっちゃ早くやればクリアできるはずなんだよ、きっと。みんな見てて、このテイクで絶対にクリアしてみせるから。もうクリアできなかったらもうザコキングって呼んでいいよ、僕のこと。残り1秒でしょ、全然間に合わねえ。いや、絶対にそんなに難しく作られてないはずだよ。多分着地した瞬間 A ボタン、これで合ってるとは思うんだけど、その着地した瞬間に A ボタン押すのがめっちゃ難しいんだよね。さあこれで頼むいって。これ何が難しいのかよく分かりました。これ着地した瞬間さ、ちょっとマリオが足ついてるの見えるじゃん。あれの時にもう A ボタン押したらもうダメなんだよね。なんであの仕草が見えない時に A ボタンして進まなきゃゴールできないね。実はね、ここだけの話ちょっといいかな。僕一発マリオする時さ、ピオキング劇場みたいな感じになる時あるじゃん。お父さんとかお母さんとか出す時、あれね、めちゃくちゃ笑いこらえてるから。いや、本当におかしくて、何やってんだろう自分って思っちゃうんだよね。それをね、いつも笑いこらえてやってる僕の身にもなってほしい。わかる、あの吹き出したいのに吹き出せない感じで喋ってるっていう。さあこれでゴールできたらいいんですけど。頼む、ピーン。あ、
お父さん溺れちゃうよ、助けて。分かった、必ず行く。だからその浮き輪を離さず持ってなさい。絶対に助けに行ってやるからな。うん、分かった、信用してるからね。さあこれで行けるのか、どうなった。お父さんやっぱりお父さんはダメだったわね。お母さんに任せなさい。真空習ってるからね、お母さん。うん、待ってる。ちゃんと迎えに来てね、お母さん。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン。お母さん動画ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてツイッター、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。